エンターテイナーではないんだけどね、俺。いや、なんか。あ、チリ君ありがとう。やっぱりそう。あ、そう、チリ君ね、これチャット欄ね、終わったら消えちゃうんだ、チリ君のチャット欄。やっぱり、チリ君もいろいろあるんですね、なんか、ちょっとなんていうか、まだちょっと、スマホの管理課が多分ちょっと親御さんみたいなんで。はい、ラグドール相席食堂やってって。相席食堂よし。じゃあちょっと、じゃあ、ちょっと、じゃあ話を面白い方向にするために、この、頭にうんこのっけで親父の話を聞く、うん、これゲーム配信だからねゲームやらねえとさゲームやってんねん こういうことにずれちゃうんですよね。いやでもまあまあいいじゃんいいじゃん。じゃさあ今度だから次さ2回目やるならさなんかさ、はい、みんな視聴者参加型のゲームをやろうよ。なんかみんな参加できるやつさ何がいいか。あ、だからほらさ、あれなんじゃん、結局。スチームとか入れてればさ、フリーゲームとかで。入れるときに。うん、いいのあるじゃん、別に。それやったっていいしさ。という宇宙に語りかけているものじゃ。あなた方がここに来ると、私がここで待つこと、すべて定められた真理。何かね、つまり俺がここでゲーム実況して、鳥沢先生と話すのも、うん。神によって決められたシナリオというのが。なるほど。しかし、私は神を信じないぞ。ラグドールが信じる神話は、グノーシス神話しか信じない。チョ君、グノーシス神話は知ってるか？グノーシス神話とは、ガーティックフォンってどういうゲーム？ガーティックフォンとスチームとかいらないです。おお。どういうゲーム？グラディングされると腹パンされる。あら。あ、怒られる。あ、まあ、これいかんな。お若いよ。チリさん、若いからね。まあ時間が時間だよ。じゃあもうちょっとさ、次やるとき早めにやったらいいんじゃない？しまったね、ちょっとね。8時くらいからとかさ、やったらさ、2時間で10時。先生分かってますけど、うん、俺最近仕事が、まあ介護所からシフトで、遅、うん、番でシフト入れちゃうんですよ、どうも。ああ、なるほどね。朝10時から、で、俺帰ってきてからもう結構ほら、小同時だから、うん。同時だからちょっとね、おかんのいろいろ水、まあ、水洗の手伝いとか、洗濯物干したりとかしてから、おー、偉いね。偉いでしょ？偉い、本当に。そう、信じらんねえのがさ、うん、こう、家にも金入れねえ、家事もしねえって小同時が言ってそれ、そいつは小同時のこう、なんつうか、小同時のさ、なんかこう、な、うん、何も置けねえなって、おや、せめて自分の実家に居候する以上、水洗濯やれよとかっつって。いや、そうやってからね、小同時がバカにされるんですよ。ね、俺はちゃんと、偉い小同時だから。洗濯機が偉い。ラグちゃんね、ラグちゃんね、最初のうち、俺の話全然聞いてくれなくて。ああ、すいません。もう、実況、あ、JK、配信始めた時間ね。絵の伝言ゲーム。絵の伝言、なんか知ってるかもしんない、それ。絵の伝言ゲーム。ああ、絵の伝言ゲームか。それ面白い。ああ、でも、ああ、だからでも結局、あれじゃん？ねえ、こんな同人作家が集まんならみんなでやってもいいじゃん。面白いじゃん。いいね、参加型でやろうよ、参加型で。いいじゃん。面白いじゃん。うん。ね。いや、面白いよね。いや、それまでにさ、ペン、液タブのペン買っとくわ。液タブのペンぶっ壊れたから。おぉ、液タブのペン壊れんだろ、大丈夫だろ。 いつも絵描いてるときにさ、割とさ、うん、ペン回ししたりとかさ。あ、いや、そうだよ。中で断線しちゃってて、俺。あー、うん、危ねえな、俺結構。ペン回しするわってさ、結構、ペンをさ、投げてさ、うん、片手でキャッチするとかってやってんだよ、絵描きながら。あー、絵を描け。絵を描け。ユナって誰だよ。ユーザン誰だよ。貝原ユーザン。あ、ユーザン、あれ4人目ってさ、何食わしてもさ、ヒットポイント回復しねえじゃん、あれ。え、そうなの。食い物で。あ、そうなの。しないしないしない。プーって確かなんかね、なんか知らんけど、ハンバーガー食ってもね、ヒットポイント8か回復しない、こいつは。おー。だから、食わず嫌いだからユーザンにして。え、ユナは知らん、あ、そっか、え、アイカツのライブ行かない？鳥沢先生は。え？ああ、そういうことか。ああ、俺ね、俺ライブ行かない派だから、行かない派じゃないんだけど、行こうと思ってんだけど、タイミングがないから行ってないだけで。まあ、
まあ、だから最近でも全然行ってないし。うん。ユナはあれだよ、あれ、ポーロの名前でしたんだよね。いちくらユナさん。ああ、わかった。それでわかった。合点がいったわ。そう、だから、うん、最高のメンバーだろ。カイバルユーザーは俺昔、親父の持ってる美味しんぼ読んで、ああ。めちゃめちゃ、なんか、話のね、ムカついて、ライターで全部燃やしたぐらい、いや、美味しんぼ嫌いで。そんな嫌いなのか、俺、美味しんぼ割と好きなんだけど。ごめんね。いや、そんなことばっかり言ったら、視聴者から、うちのおばあちゃんが、カイバレ油断好きでやめてくれって言われて、そういうことは。ああ。あとなんか、山岡と、なんかクリコの、息子ができた時の、油断は神だぞみたいな感じで言われて、じゃあ、美味しいものと和解するかとかさ、美味しいものを和解するために。美味しいものと和解って面白いな。美味しいものと和解が面白い。っていうワードがね、強すぎるんだよな。ああ、今ね、銀黒さんがコメントで ラグイナって言ったけど、これね、絶対ね、なんか俺のアンチコマツってね、俺本当にね、電車で、一からゆなさんに会ったことあります、俺マジで。マジで？それ言ったら俺だってさ、はい、あれ宮本咲さんからリプライ来たからね。いやそれはいいんだけどさ、ごめん、本当にさ、激ヤバエピソードするめっちゃスルーしたけど、何？美味しんぼライターで燃やしたの？全部。もう厨房で本当中二病がめっちゃ全盛期で。なんつうかね、なんか。俺がさ、まあ、もともと結構なんかいけすかねえっぱとかね、冷やし中華でなんか山岡が喧嘩売るとか、あったね、あったね。俺がこの世界に行ったら山岡をなんかこうなんか持ってるさ、こうなんか手元にちょっとなんか多分図工で使うようなトンカチだったんで、トンカチで山岡の画面横からなくて眼球破裂させてるなとか頭の中で考えながら絵に描いて、その光景を絵に描いたりして、なんかだんだんそれ描いてるうちになんか俺グロい絵が好きになっちゃって、おわまあ、最終的にもう燃やそうって決めたのが、なんか山岡とクリッコさんが結婚して、なんかなんだこの飯はとかって切れる山岡がなんか、あったね、なんか、山岡の言う通りになんか作り直したんだけど、なんかそれはそれでなんか気に食わないみたいな感じになって、てめえ親父のサンマの頭を落とすみたいなね。おめえ、親父と同じことやってんぞ、てめえはとかつって。うん。やる気者の幼少期のエピソードで、なんか、ダメだ。こいつは、この本はもう、燃やさなきゃってなっちゃって、当時、タバコも吸わないくせに、めちゃめちゃいじめられっ子だったんで、いじめられっ子でも不良が持ってるライターを持って、真似すればかっこよくなると思ったんで、ライター持ったんで、あ、ちょっと鼻くそ出そうになったわよ。おもろいね。でそれでなんかベランダで美味しいもん燃やしちゃって、でそれを親父に言って、お前何やってんのかっつって、すげえ親父にボコボコに流れたことがあった。もういいな、いいエピソードあんじゃん。おもろいよ。あのユナさんと握手したエピソードがいいんですけど、今チャット欄にいる銀黒さんがちょっとこのエピソード台無しにすることでちょっと一つあって、まあ、その後、銀黒さん、そもそもノンとして銀黒さんと後で会う予定で、電車乗った時に会って握手して、え、握手していいですかって握手して、うわ、この手絶対洗わねえって俺すげえピュアな気持ちだったんだけど、銀黒さんに会って、銀黒さんが、まあ、その後銀黒さん一緒に喫茶店に入って、トイレで正面にしたんですよ。で今そのユラさん触ったで俺チンチン触ったんですよ。で、まあ、そしたら銀行さん横でユナシコってつってやめろとかつって、俺はいつからユナさんでシコってこと一回もねえぞとかって。そうや、これ本当なんでマジで。いいエピソードできたじゃん、いい、最高だな。スリープモード入って、で今、ごめん、全然。ねじれようとしている宇宙は安らかな呼吸を取り戻す。もう最高だな。そうだからね。
あのでも俺本当にあの石倉稲田さん好きなんですけど、うん、石倉稲田さんでちょっとそういう変な妄想は一切してこないです。おー、立派じゃん。アンダーズの中でも何回かホテルで友達があったんですけど、その時でも絶対なんか、まあ、友達の時は、言うな、大丈夫かなみたいな会話を人形劇をしてるんですけど、まあ絶対そういうことにはしないと。あー、なるほどね。あ、立派じゃないですか。水の呼吸全集中じゃん。ジンクロさ、言ったよ。だって、俺がさ、あったじゃん、なんかね、ルノワールだっけ。あの時ルノワール行ったやんけ、ジンクロさん。ルノワールのさ、なんかトイレでさ、タッチのした時にさ、なんかこの、その手で、あれだったら、ユナシコとかで行った。いや、この、俺さ、これ、この動画上げられる部分が少ないんだけど、ほんとに。まあ、大丈夫これ。ジンクロさん、名誉をなんか落とせ、まあ、ジンクロさんの、まあ、まあそもそも俺が確かにね、そういう俺がなんかこう そういうことしそうな雰囲気あるけど、でも俺は結構ね、なんだろうな、いや、もう動画これで俺動画上げられっかな俺これ。まあなんかあのカットしたり、あのピーとか入れとくわ。本当にこれ誰だよこれ。編集の手間、ね、俺のチャンネルだけ上げますこれ、ちょっと。いや、あのラグちゃんのチャンネルでそのまま上げてもらってもかわないけど、俺のチャンネルではちょっとあの危ねえよこれマジで、本当にこれ危ねえよ。堀沢先生のチャンネル NG クラスで、そうだよ。いや俺そんなに凶悪なチャンネルじゃないからねこれ。やべえな。いや俺せいぜいあのあれを動画撮ってる間にネタぐらいしかやったことないからね。やべえ、ちょっと俺多分俺最近ライブアライブやってからちょっとあの俺のここまでやっても大丈夫っていうスピーチが下がっちゃった可能性があるんですよ、やっぱり。あ、まあいやいいね、楽しいけどね。あ、だからあのラグちゃんの方のあのアーカイブとか動画ではあのそのままでアップしてもらって、あの無修正版が見たい人はこちらへって俺リンク貼っとくから、あの概要欄に。まあ確かに、まあ、頭にうんこかぶってるおっちゃんもあなた方の好きなように歩んでいけばそれで良いとか言って、そうそうそう、その通りだ、お前の言う通りだよ。タライジャブだっけ、タライジャブだっけ、タライジャブ、こいつタライジャブじゃないの、あれだっけ、ダライだっけ、なんかダライジャブとかっていうの、ダライラマじゃないよ、あのタライジャブだよ、確かにタライジャブか、タライジャブで、こいつちゃうのだっけ、うっかり物が穴に落と、うっかり物が穴に落としていきよかったわ。人数がいっぱいか。穴、もう穴って聞くだけで面白くなってきちゃう。穴。待って。あ、待って、ますます使えない。人数がいっぱいだ。どうする穴なんかこれ売るかなんかしてダメだな。お金やな。よし、今日は遠足だ。あれ、マジでラグちゃんの方でマジ無修正版残しといて、俺、マジたまに見に行く。俺無修正でいいわ、もうライブはライブといい、もうこのままアップしてもらっていいや、もう本当に。じゃあすいません、なんか本当にもう。もう、いや、だもうだってあれよ、あれ、これ、俺は修正加えるけど、あのピーとかカットしたりとかするけど、あの、いいわ、もう俺だって見たいもん。まあ、録画してる、残してるからいいんだけど、別に。俺個人的には見れるんだけど。さっきなんか持ち物いっぱいで言われてたから、もうずっと持ち物いっぱいじゃん。持ち物を処分する動画じゃんこれ。本当によしルグレイ君がグルメ豆腐マシンを手に入れたぞ、やった、ここからお先のためも、もうこれさ、もう本当にさ、もうあれよ、本当にあれ名前のとこにずっとモザイク貼っとかなきゃなんないよこれ。もうねまずいっすかこれ、ピーピーピーってずっと言ってるよ、ピーピーって。ダメだろこれ。こう、いや個人名やばいよこれ。いや、なんか鳥沢先生にそこまでなんか修正のためかけもすげえまずいよ、なんか。いやいやいや、そのままあのそこはそのままあげるわ。でもあのね、下ネタ、露骨な下ネタはあの俺カットするか、あのピーって入れるから、あのラグちゃんの方で無修正版を上げといてもらって、無修正版を上げといてもらって、全然構わないから俺は。まあ多分これ俺の2時間まるまると上げるから、多分2時間まるまるもこうね、みってか、あの俺の動画やばいんですよ、基本的に1時
を提供してるんで、本当に常に。あ、でも、あれだよ、別に、あの人によっては1時間とか2時間とかで動画上げてる人もいるから、全然問題ないとは思うけど、ただ、俺が、なんか20分以内にこだわってるのは、その、俺が好きな実況者が、まあ、20分から30分で収めてるから、それに合わせるだけで、いや、だから別に、それは、1時間でもスタンスとしてそれでやってるんなら全然俺は構わないと思うよ。俺の尊敬するしんすけシャンダイが1時間以上でやってるから、うん、全然それはまあ個人の考え方だと思うよ。だって同人誌だって40ページ以上なかったら同人誌じゃねえっていう人もいるし、なもうね、表紙と裏表紙があれば同人誌っていう人もいるわけじゃんね。鳥沢先生、え、これ鳥沢先生の口からそれ聞きたかったんですよ、実際。何が？あのツイッター上で40やったら、なんか、うん、表紙とあれさえれば同人誌だって言ってるやつ見れば、うん、なんか熱くねえと同人誌じゃねえよなって、なんかその一点にずっと俺は苦しめてきたんですよ、本当に。同人誌なんかは別にページ数いいじゃない。なんか、いやいや、ペだ、なんかだからあれじゃん、中戸寺のコピー本なら、あれじゃん、 D5 2枚でできるじゃん。そう、なんかね、両面コピーで、こうなんかね、俺やっぱりなんか結構ね、俺結構そうべきでやるっていう人間だから。田黒先生も言ってんじゃん、1枚の紙を折ればもう同人誌なんすよ。よかった田黒先生の口。いや、それよ、それだって別にさ、それは考え方じゃん。なんかやっぱりね、俺最近なんかこう仲間を持ってに双葉掲示板のエスレに行っちゃうんすよ。ああ、いやでもさ、ね、同人誌って通称薄い本とか呼ばれんじゃん、うん、薄くていいんだよ。そうで、なんかこう、うん、なんだろうね、こうなんかやっぱりなんかこう、そう、俺銀黒さんも先になら何でも同人誌本ですよ。ここで鳥沢先生と視聴者のみんなとダライジャブの意見を聞いてよかった。ダライジャブの意見も一致した。自由に移動する力を注ぐと、テレポートじゃん。そこのサロンに習ってきなさい。自由じゃねえんだよな、ダッシュする距離稼がないとテレポートできねえんだよ。いや、そう、この動画の、このマザーズの動画趣旨、常にいる、いらないとか、はい、いいえで、常に最初はいいえを選ぶんだ、俺は。逆張りしていこうって。逆張りしなくていいよ。じゃあ今日本当素直に行こう。素直な気持ちでいるでしょう。そう、実はね、本当チリ君とか分かると思うけど、この動画常にね、人の言うことはいか家で最初常にいやって言えなくて。まあ分かる。俺の好きな同人誌じゃなくてゲーム実況者も大体逆張りしてくるけど。やばいな、やっとなんかこう、なんだろう、俺結構今、俺の喉、まあ、心の喉の中にいろんなこぼれが刺さってるんですよ。やっとその中の1個2個やっと消え、2個3個ぐらいが消えて消えた感じですよ。いい話してもさ、盛り上がらないじゃない。そうだな、やばいな。あれ、いらない？ん？あれ、いるって言ったじゃん、この。え、なんで？そこの猿が教えてくる。え、出なくていい、ちょ、じゃあ、出ようや。命のどうくそ、また物をさ処分する動画になってんじゃん、もうこれ。お金ねえな、よし、動画の看板だ、やっぱりこういう時は。ああ、それ売っていこう。適当に。よし、ハンバーガー食うか。さっきから俺が食ってばっかりな、よし。ポケモンの同人誌書いてって。ポケモンの同人誌書いてください。ポケモンか。ポケモンね。なんじゃもちゃんがいるじゃん。じゃあ分かった、人気者書くよ。なんじゃもちゃんが、いやー、僕はなんじゃもだよーってかっつっているじゃん。で、そこを、しぶきらんに目をつけられて。なんでアイカツに持ってくんだ、全部アイカツに持ってくじゃん。いや、ポケモンで完結して。うん。ポケモンで完結？うん。じゃあ、ポケモンで、じゃあ、そうだな。シロナさんが出たし、俺し、ポケモンシロナしか知らないから。あとあれか。霞でもいいか。何でもいいが適当な女を出して。あ、じゃあ、いや、俺、あれだよ、俺、緑と金しかやってねえから。逆張りしないラグドールさん、もはやラグドールさんじゃないか。
逆やばいな。あ、俺なんかさ、あれあれあれ、なんかさ、あの、はい、あれあれ、ポケモンで横刈り上げてる女いたじゃん。ちょっと今回のやつじゃなくてさ、はい、なんだっけ、あの子カビゴン総受けないでしょ。え、カビゴン、カビゴン総受け、あもうあの生々しすぎてちょっとあの笑えないんで、あの先進めてもらっていいですか、ゲーム。これチェックしよう。おもろ。もちろんだ。もうこれさ、これ完全にさ、あのなん、あの居酒屋後半じゃん。居酒屋後半の話じゃん、これもう。客は来ねえんだよ、あの先から。え？どう？あ、マリー、マリー、あれなんか。あ、そう、マリー、マリー、マリー。あー、マリーの同人誌なら俺書くわ、俺。書けるわ。いや、俺、いや、鳥沢先生さ、あれじゃん。エロ同人作家じゃん。おぉ。うん。あ、そういえば、そうそうそう。あ、そう、マリーね。マリー、マリー。それそれそれ。はい、その、あの子の、エロ同人なら書けるわ、俺。ああ。鳥沢エロ同人作家だからさ、本来。なんちゃもちゃん活用してきてんよな。ああ、まあ今ならね、今なら絶対ウケるよ。だって、なんちゃものエロ同人書いたらもう絶対売れるもんだって。電話。え、なに？なんか、もしもーし。変態来たぞ。おい、やべえ、変態来たぞ。はあ、はあ。はあ、やべえ。え、俺パンツ今トランクされてんだけどさ。あ、マジで。どうやっても見つかんないんだよ。もう諦めて買い物するよ。商売。ああ、これあれか、あれか。あの、道具屋の看板か。ほんとマジで客の子考えて、ほんとに。え、分かったよ。考えて。分かった、しょうがないな。いや、とりあえずいや、ラッキーソング食っちゃう。ほんとこれ売ろうと思ったんだけどな。まあ、いいや。うん、食っちゃう、食っちゃう。ルグレイ君強くなりなさい、ラッキーソング。何の話してたんだっけ、何の話。あ、そう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 。エロ同人の話なんだけどさ、この前ね、はい、あの、なんか、俺、蒙古タンメン行動出したの覚えてる？覚えてます。うん、あれの話になって、はい、もう拓郎先生の漫画がエロ漫画すぎてやべえっつってちょっと盛り上がったんだよね。そいや、俺さ、割と真面目に拓郎先生のエロ見たいんだけどね。え、あれ、蒙古タンメン行動持っていらっしゃらない？多分俺あの時って一番あのそちらと喧嘩してる時期だったんで。バチバチの時だっけ。うん、バチバチの時だったんで多分てねえと思うんですよ、多分それ。うん、これダメ。ロイジ先生書いてるって、なんじゃものエロ漫画書いてるってよ。今、冬コミ用の。あ、ロリジーさん書いてんだ。なんじゃものエロ漫画書いてる、ね。冬コミ買いに行きます。よし。めっちゃ売れるでー。いや、マジ、桜郎先生のエロ漫画すぎて、盛り上がだ、松浦さんと、めっちゃ盛り上がって、あの、松浦さんがリツイートしちゃうからね、桜郎先生の漫画。マジか。くっそエロいっつって二人で。ひなきがエロすぎるっつって。ひなきがエロ。いや、ひなきでエロはいいな。いや、エロシーンが出てこない。どうぞ、当然ね、蒙古タンメン行動全年齢対象だから出てこないで、エロシーン出てこないのにドエロすぎるっつって。ちゅうかね、俺本当に前から思ったんですけど、拓郎さんの絵ってエロいなって思って。拓郎先生の絵はエロいよ。いや、なんだろう、こうなんだろう、裸描かないでエロってなんか一番エロいだから、なんかこうなんか普通のこう女の子の。拓郎先生エロい絵を描いてないのにエロい、なんかエロいからね。それを俺も言われるけどよく。俺そういうの見出してるんですよ、ね。最近、あ、そう、松浦さんフォロワー多いから、そうか、それでリツイートされてんのか。なるほどね。そうそうそうです、あのちょっと盛り上がってエロっつって松浦さんが盛り上がってリツイートしてたから。なんだろうな、本当に。うん。多分なんだろうね、本当に。俺が書きたいものなんだけど、書けないんだろうなってちょっとあって、なかなか。ああ、まあ。絵を描くと直球いっちゃうから、やっぱりこう。直球は良くないよ。直球は良くない。あのね、あの、エロくないのにエロいって言われる。うん。いや、わかる。拓郎先生わかるわ。俺もドスケベだからね。うん、まあ、ただ、ここでちょっとね、うん、また、相方の話したらやばいこれって。ん？相方の話したらまずいここで。いや、でも別にいいんじゃない。あんま個人名出すとは危ないけどね。
分かった、個人名出さねえ。うん。さゆりって、おとなしいっすやっぱりこう。これはちょっと、他の人も言ったんですけど。でも分かる。ちょっと、かゆりって、なんか、乱ゆりより綺麗なイメージあるわ。分かる。だから、分かる分かる。あ、だから、乱ゆりの漫画描いてるときに、かゆり絡ませるとき、かえでとゆりかには、あんまりなんか、その、ド直球な描画しないもん、だって俺。いやでも俺は 逆、うん、逆なんですよ解釈が、うん、ユリカって79話以降のユリカって、うん、あ、79、もう話数で語るのダメよ本当に。ただ俺が好きだったのに話数で語るの本当にダメだからね俺。ただ79話以降の、うん、こうユリカって明らかにこう少女を失った女の子のムーブシェンスはってもうド直球すぎるからやめろ本当に。でもさ、でもまあここにいる人大体初恋してると思うんですけど、まあ僕もちょっとね元カノいて、うん、まあ僕にもアリシア姫がいた身分なんで、私にも。いやさ、そう話したら俺だってもう離婚してるからね一回。あもうバツイチだからね俺。そこでちょっとね、まあ、避けながらちょっとなんつうかの、そうなんちゅうかね、やっぱりこう恋すると、うん、キラキラするんじゃないですか周りが。なんか自分の見てる風景きれいになりません？恋すると。ないね。あ、ないんだ。俺めっちゃドロドロしてるもん。俺この前あれよ、ガールズバーで100万使わされたからね。あーマジか。うん、いやドン引きすんだマジで。そうだよ、なんなの、あんまりここでさ俺が。なんだろう、こう、うわぁ、すごいね、みたいなさ、なんか、それ失礼じゃん、なんか、いや、まあいいけど、いや、ドン引きする方が失礼だよ。お前、これ、俺、笑い取っていくネタだからね、これ。あら。あ、職種好きなの？あ、なに？ラグちゃん、職種好きなの？え？職種？職種。職種が好きって本当ですか？おい、銀行さん話したろ、そのこと。ただ、これ話していいかな、ちょっと。まあ好きって好きで俺は職種てか基本的に俺女の子が泥かぶったりとか、うん、そう、あの綺麗なもん汚されるのすげえ、なんか笑っちゃうほど好きなんですよ本当に。そういうのがもうサイコパスじゃん。いや、まあ、サイコじゃないよね。なんかこう俺なんかね、なんだろう、子供の時に見たさ、うん、ってさ、田んぼの中でバトルするってすげえ興奮しちゃった人なんで。え、何、田んぼの中でバトルするどういうやつ。なんかわかんないけど、なんか田んぼの中で騎馬戦みたいな、なんかビギニー人の中でやってみたいなテレビがあって、それ見てすっげえ興奮して、やばい、美肌がこんなに泥まみれになってるみたいな感じで。ちょっと、なんか動画に上げらんない感じの話になってきてるから、ちょっとさ、起動しよう。スリープモード入ったじゃん。さ寝るな。私、ルーブリが2周目になってる。よし。ゲームやって、ゲームやって。あ、ほんと直すぞ。あ、職種は大丈夫らしいよ。セーフ。でも、セーフね。ね、うん、ただこれあのね、なんかね、これね、銀九郎さんに話したんだけど、まあ、ちょっと、つうか、元カノに言葉詰めで、職種に犯されてと、やられてると、想像しろみたいなこと言いながらエッチしてた。これ、銀行で話し忘れたけど、若干彼女からのリクエストもあったんですよ、こういうのって。そうでさ、もうこれさ、今、なんだっけ、YouTube ライブでやってんだっけ、これ。やってる。今、YouTube ライブ向けのやつじゃないっすよ、これ。マジで、これニコニコ向けだよ。マジか。いや、ニコニコでやろうよ、この。いや、次今度さ、やるとしたらさ、あれじゃあ、ニコニコでやろう。そうだね、じゃあ俺のチャンネルやってもいいわ。そしたら、やばい、そうだ、俺のチャンネル誘っちゃったから、じゃあ今度は鳥沢さんがゲームしてるところを俺がちょっとこうちゃちゃ入れるみたいな。あー、それでもいいね。あー、いいよ、それでじゃあやろうか。うん、あー、じゃあいつやる。あー、どうしよう、今度の土曜日の同じ時間。早い。いや、じゃあ年越したいんですよ。1ヶ月1回ぐらいさ、のペースで。はい、うん、いいじゃん、ほんとに、うん。そっかそっか。オッケーオッケー、じゃあ1ヶ月ぐらいで。月1ぐらいの。じゃあ次何やるの？ゲーム。とりあえず俺ゲームやってんのも、マザー2ライブは、うん、ザクワクしかやってないから。そう、基本的に、
あの僕の師範代の教えで、うん、最新ゲームは なるだけ やらないようにしようってのだなんでえいやあのなんでかっていうとちょっとね、うん、やっぱりねあの師範代ちょっとの新助新助師範代というゲーム実況者が知ってたりねこうなんだろうモコさん知ってます？うん？モコゲーム実況者あモコわかるうんさんにあの遊び大全破棄してくれませんかって言ったぐらいちょっと最新ゲームで出そうなのは何とつったのモコにとつったのえそうだよじゃあとつるいやさっきからさイーロンマスクにとつったりとかさモコにとつったり大物にとつりすぎじゃないあの俺の芸風ってその新助シャンダイの、うん、すごい受け売りがすごい強いから、だからさっき同人作家にかめちゃ絡んだのもやっぱり、ね、なんかそういうのがあるんですよ、やっぱりああ、なるほどねやっぱりな、俺のチャンネルを潰すな潰さないよもうちょ、危ない、かなり危ないよ、俺これこの動画上げるかどうか悩みますよ、これすいません、こんなんめちゃめちゃする予定なかったんですけどね、ちょっとね。あでも俺酒入りすぎて、もうビール1本と、まあ、あと、ジンソーダとレモンサワーだけだ、飲んだ、今日、アブさん飲んでないわ。アブさんないからね、アブさん。アブさん。うん。なんか、アブさんもあれかし、俺の経営するシンスケシャンダにいじられてるゲーム実況者だな。うん。そうだからあの、アブさんって酒なんだけど。ああ、アブさん。ああ、アブさんって酒なのね。アブさんって酒。アブさんっていう酒があって、あハーブ酒なんだけど、まあそれがまあね、あの成分がタイマーに近いっていう。で、うん、あ、あれかな、まあ合法だよ、合法ですよ。あ、もしかしてあれかよ、なんかあのドンキホーテに売ってたさ、でも昔、うん、ちょっと前ドンキホーテ行ったらさ、その緑の酒売って、ああそれはね割と悪い質の悪いやつだね。あそうなの？うん。俺が飲んでるのは1本。今の値段だと9000円とかかな。うん。それらしいぞ。え？らしいぞ。いい情報を聞いたな。アブさん、アブさんはね、美味しいよ。アブさん、よし、飲もう飲もう。うん。ラグドールのいいとこ見てみたい。いいとこか。じゃあいいエピソードしましょう、私が。本当にいい話。酒を飲むとこだよ。酒飲むとこ。あれ、ゲーム止まってるから、ゲームね、そのちゃんとゲーム動かして、ゲームの配信だからね。またゲーム、うん、ゲームやりながら、もう、あれ、読んだりとかしなくていいから、もう、ゲームはとりあえず、しなくていいの？うん、しなくていいから、もうあの、ゲームはとりあえず進めとかないと、ゲーム配信じゃなくなっちゃうからさ、そこは意識高く持っていこうよ。お、バックス・ザ・フューチャーだな、お前。おい、それってよ、バックトゥザフューチャーのパクリじゃんか。テレポーテーションだな、これが。よし、学んだぞ、俺は今。いや、バックトゥザフューチャーは空間移動じゃなくて、時間移動だからね。あいつら時間軸を移動してるから、ね。うん、いい映画だよな。俺、アイカツフレンズのさ、天正響きがさ、うん、あいつ絶対バックトゥザフューチャーのオタクだぜってネタ言ってんだけど、広まんねえんだよな。あ、ごめんね、フレンズ見てねえんだ、俺。見てくれ、フレンズも。いやー、って、フレンズ。いつの間にか覚えてんだけど、俺。ゲーム画面が流れをやってるやつですね。うん。ゲーム画面流れてると雑談やしかと思いましたよ。いや、俺がいつもやってるやつだな。ゲーム画面いらねえんじゃねって言ったら、ゲーム画面いるって言われたからね、視聴者に。うん。え、入ったの？おい、先生、姉妹。よっしゃ、使うぞ、テレポート。これがテレポート。おー、すげえ！オネット、スーソン、スリーク、サタンバレー、フォーサイド、ウィンターズ、全部行けるじゃねえか。見てくれ、鳥さん。見てるよ。見てる。ちゃんと見てる。見てるよ。見てみて、これ、全部行けんの、これ。俺の行ったとこ。うん？うん。よし、フォーサイドに行って、ユナを助けよう。よし、行くぜ。よし、
今から俺たちが行くとこ、行くところなんだ。モノトリービルド。さあ、行くぞ、ル。よし。ちょっと止めたの面白すぎるだろ。まだ、あのメイドが気になるな。化粧の濃いメイドが。なんでその、あなた化粧濃いんですか？あちこちの人に、読まなくていいんだな、セリフは分かった。いつも読んでんだけど、俺。いちご豆腐のことを尋ねて回ってんだけど。え、グルメ豆腐マシーンを持ってるの？譲ってくださるの？マジ強引取れるじゃん。おいおい、マジかよ。金の金額あと10増やしたらよろしくになるよ。マジ、ほんとだ。よろしくになる。どうでもいい情報を与えてしまったぜ。あなたにもご馳走するわね。私の部屋は48階よ。来てきてね。あー、ちょっとあんま好みじゃねえな、この女の人。うん、俺も好みじゃねえな。ちょっと甘い、ちょっとこういうなんかな、うん、あ、なんかもし俺の好みの女の人はちょっとやっぱり年上、あ、そうだ、うん、上沢先生、はいはい、何でしょう。僕の好みの女性のタイプ当ててみてください。え、好みのタイプの女性。はい。難しいな。え、上の方が好きってこと。ああ、まあ、そうっすね。そうなんだ。うん、ラグちゃん今いくつよ？ 34。どんぐらい上かって話だよね、だから。キャバクラ。ん？いや、キャバクラみたいな話になって、クソって言われてる。もうキャバクラみたいな話だな。俺はほら、ね、若い女が大好きだからさ。ちなみに俺、一応言っとくけど、一番世界で好みの女ではないよ。そうなの？タイユリってカップリングが好きなだけで、俺は多分。なるほどね。まあ、それはわかるよ。なんか俺、自分の娘にユリカがいて、カエデが、娘さんをくださいとかって言い出したら、どうとかつって、さすがに怒るぞね、俺は。ごめん、ちょっとむせた、むせた。ほら。どういうタイプが好きって話？はい。どういうタイプが好きか。ガミガミガミレディとかじゃないの？あー、絶対無理無理。ちゃんとマザー2に絡めてきたから。素晴らしい。素晴らしいよね。だからマザー2のこれ配信ですからね。なんだろう。俺今すげえ正面したくて酒飲んだせいで。ああ、じゃあ俺がここでじゃあ小話をしとけばいいのね。いや、シンキングタイムを与えるので、ちょっとぜひ、うん、トイレに帰ってくる前にちょっと考えてください。うん、じゃあ勝手に話してね。はい。はい、いってらっしゃい。はい、ラグちゃんが好きなタイプの女がなんだろうね。まあでも年上ってことだから。お姉さんタイプ。でもお姉さんタイプって言ってもさ、もう34以上の女ってことじゃん。結構だよね。うん。ちなみに俺大体ね、好きになる女ね、22から4ぐらいですね。そうだな。どんぐらい上かってことをまず考えるよね。でもさ、多分50代とか多分きついと思うんだよ。うん。俺の予想ではね。うん。鳥沢先生のタイプ。まあ世間的に、もう直球ですね、拓郎先生。めちゃめちゃ直球じゃん。もう早えな。鳥沢先生のタイプの女は、だからその22から24の若い女ですね。うん。じゃあどうですか？わかりましたか？私の。多分50いっちゃうと、きついじゃん。まあちょっとね。うん。40もきつい。まあ、時と場合により。まあ。したら。まあ、なんだろう、ゲームキャラとかアニメキャラで一発で。なるほど。ゲームキャラとかアニメキャラ、お姉さんタイプってことだよね。はい。そうだな。ベヨネッタかな。ベヨネッタわかんない。ベヨネッタを知らない？あ、そう。ベヨネッタ。ベヨネッタ。うん。あれはね、
ちょっとね、職場にね、あのタイプがいて、めっちゃ性格きついから厳しいかもしれん。うん、ああ、なるほどね。よっしゃ、え、どうすん、いいかな、正解言った方がいいか、俺が。お姉さんタイプ、お姉さんタイプでしょ。学園マザー。あ、ちょっと違うな。ちょっと違う。どういうタイプかだよな。お姉さんタイプもいろいろあるじゃん。いい線いったぞ、本当に。いい線いった。かなりいい線いった。じゃあ、いちごママかな。正解。おーい、いや。あの、ただ、本当にクリティカルヒットだったのが、うん。FF7 のエアリスって言えば一発だったと、本当に。ちょっと違うじゃねえかよ。いちごママと全然違うじゃねえか。違うだろう。でもね、若い女、タクロ先生、分かってんな。タクロ先生、ちょっと飲み行きましょうよ。ちょっと東京出てくるとき行ってくださいね。あの、飲み行きましょう。ベネオッタがいる職場。あの、ベネオッタそのものじゃないですけど、なんつうか、本当にもう、雰囲気がもう、キツキツな本当にいるんで。ああ、うちの職場、ベアネッタいるから。魔女がいるからね、うち。そう、でも、まあ、ちょうど、あと、今話してる、まあ、うん、エレベーターガールみたいな、でもまあ好きっちゃ好きなんですけど、まあ、ちょっとあんまりこれ、エレベーターガールっていう存在がまずさ、今いないじゃん。いないからね、うん、ヒップをジロジロ見ないでね。まあこういうこと、エアリスとイチゴも全然違う。おっぱいね、おっぱいの話をしている。今おっぱいの話をしている。あー、どうだろう。でもまあ、そう、あと本当にハイパークリティカルヒットのが、うん、ネフェシエルっていうフリゲの、うん、キララってキャラクターが一番好きなんですけど、なんか、ちょっと知らないですね。あ、うん、まあ、まあ、お姉さんキャラなんですけど、あ、お姉さん好きなんですね、やっぱり。ああ、なるほどね。あとは一番いいのが、僕より知的な女性を本当に求めてるんで。うん、僕より知的な女性を。ああ、なるほどね。うん、でこれを質問箱に来たんですよ、一回。好きな女性のタイプはつって、で、元で答えて、まあ自分より知的な女性かな、理想は高いぞって言ったんだよ。うん、でそしたら、その後の回答、まあその後来たんで、また質問がその回答に対する回答が、うん、理想低いじゃんって聞いて、はってなって、なんで俺より知的な女性って言ったら理想が低いんだ、うん、なぜだトゥ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 、まあ、ノーツッコミだったわ今。よし、鳥沢先生の好きなタイプってなんだろうね。鳥沢、よし、じゃあ今度俺が当てましょう。鳥沢先生の好きな、いや、多分、まあ、自分が定まってないからさ。え、じゃあ、ああ、でもなんとなくは、あ、いいよいいよ、これだなっていうのはあるわ。言ってもいい感じ。なんか俺今クレジカルヒットを今頭の中思い浮かんだぞ今。なんだい。え、アイカツの三枝崎。え、それはないな。あ、ないんだ。嘘。ない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 。いや、俺ね、結構ね、好きなタイプ分かりやすいって言われるけど。分かりやすい。うん。待て、ゲームで。FF7 のユフィ。いや違うな、セブンにタイプの女いないな。マジ？うん。セブンという道が封印されると結構厳しいな。じゃあなんで？アイカツだったらまあいると思うよ多分。アイカツだったらいる。え、じゃあこれラストチャンスにしてくれ、ちょっと。うん、じゃあラストチャンスね。え、あ、アイカツスターズとか含める？初代だけ？ああ、じゃあ狭めようか。はい、初代だけだな。初代だけ OK、 ルバイ、うん、まあでもね、なるクリティカルヒットを選べ。初代あんだけ人数いんだぞ。いやいやいや、だいぶ狭めたよ俺は。ハデさんはそうだ、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、これでいいよな。ルよし、残念。いや、もっと分かりやすいやついるじゃん、鳥沢が好きそうなの。うっそ、いるよ。いや、もっと鳥沢が好きそうな女いるじゃん。
今のラストチャンスがさすがにもう答えられないですよね、これも。じゃあもう一回だけチャンスあげる。ラストチャンスよ、これ。わ、もう一番わかりやすいじゃん、だって。東堂ゆりか。正解。よーし。わかりやすすぎて思んないだろ。いや、そうじゃん。そうじゃん、どう考えても。あのね、俺がわかりやすいって言われるゆえんが、あの、する。ああ、そっか。うん、服装が同じ。そうだよね、好きなもの、格好す。俺の性格が災いしたな。なんか、カップリングと好きな女はまた違うっていうね。違うんだよ。いかん。災いしたな、うん、俺の性格が。いや、俺はしぶきランだからさ、うん、好きな女に、ね、好きな女に東堂ゆりかのコスプレをさせる男だからさ。あ、男、あ、うん、まあ女かもしれないな。鳥沢は女かもしれない。いや、うん、この動画使える部分ある、これ。まあ大丈夫、とりあえずノーカット版を俺のチャンネル上げておこう。ああ、まあそれはいいや、それは全然あのオッケーなんでね。はい、あ、そう。ダメだね、なんか、ただね、これ、うん、これだけちょっと言っとくけど、なんかちょっと、うん、やっぱりね、なんか、なんだろう、俺がちょっとね、買い売りで、感情輸入する部分は、やっぱり、ユリカの頃だぞ、俺は。ああ、自己投影するタイプってこと？まあ、そうだね、やっぱりこう、まあ、やっぱりなんかこう、班長ってわかる？班長ってあれだよ。ああ、班長わかる。あれの中でさ、男は誰しも自分の中に女を飼ってるみたいな話があったじゃん。そこまで読んでねえなー。俺、6巻ぐらいまでしか読んでないんだよな。あるんですよ、なんかその、うん、班長がスイーツ食いたいんだけど、やっぱり周りが男ばっかだから、その。いや、俺は、いや、俺は別にあの見た目で、あのスイーツビュッフェとかに行っても許されるタイプの見た目出してるから。まあ、俺はすまんね、ちょっとあの、俺とか今、今、あの、カービィの T シャツ着てるんですけど、俺みたいな小道具行くとね、結構ね、スイーツビュッフェに行くとね、本当に栃木県だと、あの、大騒ぎになっちゃうんで。ああ、なるほどね。うん。感情輸入。そうだから、ね、やっぱり心の中の女児はやっぱりユリカ。いや、俺、ほら、あの、東堂ユリカだから。ああ。いや、あの、東堂ユリカが好きだけど、うん、俺、しぶきランだからさ。うん。そう、でもやっぱり、あの、なんかそこなんかちょっとな、なんか今なんかはっきりとなんかちょっとなんか、乱ゆり派とかゆり派の違いが、なんか、かゆり派って女性が多いじゃないですか、やっぱどうしても。まあ、まあでもわかる。そうだから。いやいや、乱ゆり派も結構女性多いけどね。俺、ツイッター、まあ、昔から見てて思ったんですけど、うん、絶対なんかかゆり派って夢女が多くて。あー、でもわかるかもしんない、それは。なんか絶対や、あなたぜ、このかゆりの中に、ユリカに自分を込めてませんかっていうのは。ああ、まあ東堂ユリカが好きなんだろうね、その女性たちは。で、それと同時にやっぱりこうなんかイケメンな女の付き合いだとやっぱ楓ちゃん派よねみたいな。ああ。なんかやっぱりなんかね、かゆり派はね、楓ちゃんの夢女を兼ねてる女性が多いと思う、俺は。どうなんだろうね、その辺はちょっとわかんないけど、まあラインユリ派もまあ。まあ女性多いけどね、うん。なんだろうな。ああ、まあでも確かにそうかも。アイカツっていうジャンル自体が、まあ当然女性が多いはわかるかな。アイレッツさんは夢女を作りそうなタイプやしね。あ、そうね。わかるね。まあわかる。俺は絶対なんかそのポテンシャルはしぶきランにはあると思うから、うん、俺は最近帰らんも押してるんだよな、あえて。だからなんか俺の考えとしては、なんか帰りを起点に。帰らんって新しいな。俺はだから、ランユリとソラマリ派だからさ。うん。俺基本的にやっぱりカユリが中心にあるんですよね。やっぱりこう、カユリが中心にあって。いや、べきです。ごめん。ギターに思いっきり椅子当てたわ、今。大丈夫。カユリ中心に考えて、なんかその、そこにこう、そっからじゃあ、でも、なんか、やっぱりなんかその、カユリしたと、ランちゃんが暴れた瞬間に俺は絶対そこでヒカランというこう助け舟をそっと出して、あー、ヒカランあんまピンとこねえんだよな。あのね、フォトカツやってました。フォトカツはやってたんだけど、一時
あ、ね、うん。ねえ、うん。これめっちゃハマり込んで、うん。一時期買い売りしないの時に6万9万が課金したんで、うん、めっちゃ課金してるやん。俺基本的に金に取りつけない、給料手取り12万のくせに金に取りつけないんで。手取り12万なの？え、知らなかったの？12万だよ、うん、俺手取り。めな、半分ぐらい突っ込んだってこと？まああとカード使ってとかして。ああ、とりあえずちょっとあのゲームすゲーム進めながら会話しよう。分かった、ね、あのゲーム配信だからねこれ。よし、48回までエレベーター動かそう。よし、だからそう、あーそう、すげえな。俺もなんか最近あのラグナロクオンラインに1万円ぐらい課金したけど。用心棒ロボットをうろうろしてろ、注意してね。だそうだ、鳥沢先生。おう、頑張れ。おい、ソシャゲの課金の話俺に聞く。すまない。よし、だからこっからは今俺ゲーム集中する。拓郎先生やばそうだな。あなたのコードナンバーを言ってください。拓郎先生コードナンバー言ってください。コードナンバー、はい、うん、どうぞ。あ、俺が言うの。はい、そうだな、1919かな。よし、10秒以内に行ってください。え、行ったじゃん、行ったじゃん、行ったぞ。俺ロボット、拓郎先生、ジュリちゃんにいくらぐらい課金してんだろう。やばい、見張りロボット襲ってきた。よし、ここは俺の経営するシンスケシャンダイ、力をお借りします。 PK シンスケベータ。 PK シンスケって何やねん。かっこいいものシンスケにしたんで。すげえこいつマジで。かっこいいもの、かっこいいもの俺多分ネギトロとかにした。あ、ちなみにこれ好きなもの買い売りしちゃったんで、これ、うん、好きな食べ物買い売りしちゃったから。あ、これをするとのポーキー君の嫌いなものが自動的に買い売りになるんで。なるほど。1話目はポーキー君をいじって遊んでました。なるほどね。お、なんだこのルームは。おい、ちょっと待って、このルームを見ろ。椅子が3つあってテーブルがある。ここは面接室だな。ああ、そうだね、俺もそう思った。今完全に面接室だな。今から面接を開始します。ラグドール面接です。はい、君、あの志望動機は何ですか。え、御社の志に惹かれて。ああ、よし、素晴らしい志望動機だ。はい、やはりね、この我が社の志望動機、うまい買い売りを世界中に広めたいんだという志望動機に乗ってくれますか。あ、宗教違いなんでやめまーす。行かないで。いや、馬娘に6万やばいでしょ。いや、俺だって俺さ、ソシャゲにそんなに俺課金してないよ。馬娘もう行く夢女多いですよ、なんかやっぱり。あ、そうなの。うん、いや割と綺麗なさジャンルだからだね、やっぱ。いやだってさ、ほらエロ禁止じゃん、もう本当にマジで。ああ、まあエロ禁止だしね、うん、そう。ただ俺うん、馬娘ちょっといろいろ下調べしたんですけど、ちょっとあの、うん、女性人気が一番高い馬娘に納得いかねえのかな。あ、なんかアグネスなんだっけ、あの手はなんか燃え袖してなんかやってる、こう理系のイケメンみたいなやつ。わかんねえ、馬娘あんまりね、わかんないのよ俺。そう、なんかね、なんか男だったらなんだろう、こう星野源を女体化したみたいな理系の女がいて。ほう、それが一番女性人気ですみたいな。あー、タキヨンだって。そう、合ってます、それ多分。それが人気、女性に一番人気なのが多分俺のしぶきなんが、やっぱり同じイケメン女として、あのような女が苦手なのはちょっとどうなんだって突っ込んでますね。あなたのコードナンバーを言ってください。よし、今度俺が言おう。よしよし、今度は9318110だな。長えな、臭い野獣だ。いや、ほんとさ、陰夢のネタをさすぐ引っ張り出すけど、ほんとにね、中学生よ、ほんとに。それちょっとあの、熱っ、
さんにも言われて、ちょっとあの、うん、空中リプレイで。あの人の空中リプレイが一番効くんだよな、俺に。おもろ。くそ。俺がいくらパスコード言ってもこいつは反応してくんないのが見張りロボット。ああ、そうなんだ。タキオンはリアリティが低いって。ああ、そうか、そういう優しさを振りまいてんだな、イケメンは。なるほど。会えるイケメンなんだ。コチコチ言ってる。コチ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 。興奮してる時の俺だな、前で。え？何や。俺、RP じゃって、戦闘で、負けそうなんだとか、拮抗すると興奮して、うん、こっちとかってこう言ってんだよね。変態じゃん。いやー、ソシャゲか。俺一番課金したの多分、思ってこれ進撃のバフムートの時だな。ちゅ、あ、甘いぜ。俺はかわせるぜ、お前の動きぐらい。うん、てこのエスくぐれねえわ、しょうがない。その辺通れねえじゃん。通れねえ。進撃のバハムートの時、俺多分元嫁と一緒。あ、またギターに椅子当てちった。かわすぜ、俺は絶対。こいつ絶対かわすからもう。絶対こいつエンカウントしない、マジで。マジで、事故。ヘッドホンが抜けた。何電話来た。何なんで。あ、パパだ。おい、どうしたパパ。だいぶ長い時間冒険続けてるようだね。あ、血が繋がってないパパとかじゃないよね。ちょっと血が繋がってねえかもな。俺たまに自分の父親となんか似てないところが相当あるから。パパに俺ほら、あの血が繋がってない娘がいた時あったからさ。マジ？うん、ね、あの月10万ぐらいお小遣いあげてそうだったから。マジで？うん、マジ。おお。あのあんまりね、自分の動画でそういう話しないけど。うん、じゃあこれも大丈夫と思うから多分。あの俺は割とお金もらってるから。そっか、いいな、お金もらって。まあでも、まあ、その分税金も高いからさ。ああ、そっか、うん、まあいいことばっかじゃないよ、本当に、うん、やっぱり なんだろう、直球の数字に引かれちゃう人なんで。ああ、まあその収入で言ったらだってね、多い時で180とかもらう時あるけど。そうだから、うん、まあでもそれが全部いいかって言われたらそんなことはないからさ。いかまたそのお金の話でして、またなんかそれ悪い話が移行しちゃったんだよ、今一瞬。なんか金の話、あ、つまり俺はその収入でなんかネット上でバカにされてるんじゃみたいな話になって。あー、でも俺はほら、あのあれよ、今あれ、そう、同人誌で家賃払ったことあるかな。マジ？うん、いいな。お、うまい、よけたね。うまいでしょ。うまい、回避がうまいね。そう、お、あ、48階の女。お、48階の女でしょ、こいつ。はい、いちご豆腐。いちご豆腐だ。こいつが噂のいちご豆腐だ。よし、ポーキー様って素敵。この前私にお土産くださって、メイドの土産。殺そうとしてんじゃん。やべえ、ポーキーサイコパスじゃん。危ねえやつな。ポーキー俺かもしれんな、案外。ポーキーちんちん小さそう、わかる。何ポークビッツぐらいしかない。確かにあいつちんちん小さそうだね。手も入ってなそうだ。小指サイズだよ。